どうも皆さんこんにちは。そして今日は人を動かします、好きなように。そして人生をめちゃくちゃにします。はい、ということで早速やっていきましょうね。これまずね、見て、笑わせて出てるんだけど、これ顔を多分いじって見てね、これいじれるでしょ、これ、ほら、あだからこれをね、笑ってる感じにすればいいと。あー、もういい笑顔だ。あー、ちょっといい笑顔じゃない。で、こっちはちょっと引きつってるとね、こっちちょっと麻痺してんのかな。ちょっとね、にっこりとね、見てください。あ、見てください、この顔、いい顔してるでしょ。ね、こんな感じで動かしていくと、すっごい引きつった笑顔。背中をマッサージして出たんだけど、ちょっと皆さん、いきなりエチエチ、あ、ね、やばい、へっこんでるんだけど、皮膚がへっこんでる。めちゃくちゃきついマッサージじゃないこれ。こんなへっこむことあるマッサージで、やばい、もう骨をぶち壊していく。え、近いな、おい、近いな、顔が近いわ、顔が近いわ。首を回して、え、大丈夫これ、折れないこれ、ゴキってゴキって折れないのこれ、大丈夫、やりすぎると折れちゃう可能性あるのこれ気持ちいいって言われた。おー、見て、もう喜びすぎてなんか変な踊り踊り出した。驚かせてということで、皆さん任せてください。マジでもう得意分野、マジで。まずね、目をね、やっぱ驚いてるってことは目が相当ガン開きってことだよね。もう目の皮膚が剥がれそうなぐらいガン開きしていくと、あ、もうやばいねこれ、相当驚いてますこれ。なあだ、終わりたくない、こんなんで。こんな驚く人いる、こんな感じで驚く人いる、ちょっと怖いよこんな人いたら。やだ、よく見えない。あ、だからあれだメガネをかけさせるんだけどやばいやばい、チューチュートレインしてる、エグザイルだ、高速チューチュートレインやってる。でもね、ちょっと普通にメガネをかけたくないということで、ちょっとボケてるけど、腕がね、体の中を貫通して、最後に目をシャギンと、うますぎるね。おあ、飛ぶの、バク転させてと。あー、なるほどね、プールに飛び込むからバク転を決めてプールに着地したいと。なるほどね、だからまずね、まず腕をどうする、これ腕をどうすればいいんだ。腕をね、ちょ、めちゃくちゃにね、こんな感じかな。うえー、もうね、やばい、この人体柔らかすぎない。どういうか、なにこれ、これでもこれでバク転になってんの、なんでなんでだよ、どう今のでどうやってバク転になった、走らせないとダメなのか。なるほどね、でもやっぱね、走り方って人それぞれだからね、別に決まった走り方ないから、腕をちょっと上に掲げてだよ。やばいねこれ、やばいねこいつ、この人はね、体が柔らかすぎて、もうね、走る時に足がこんな上まで上がってしまうと。うえー、どうですか、いい感じじゃない、シュッと曲げて、やばい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 、怖い怖い怖い、宇宙人だ。あー、でも結局こうなっちゃうんだ。結局ね、あそこまで足が開いた後はこう戻っちゃうと、普通にまた終わりをさせて、あれかな、あのスプリットみたいなやつ、体柔らかい人ができるやつ、あのまた裂けそうになるやつでしょ。まずこういうことなんです。まず足、お、もうできてんじゃん、もうやばいこの人、え、やばい、もうできてんだけど、すごくないこれ、軟体すぎる、いってんじゃん、いって、いやー、柔らか、運転を進んでってなんやねん、なんだこの日本語訳、運転を進んでって、これ鉄棒みたいな感じかな。あ、このやばい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 、もうバグり出して、大丈夫かこいつ、大丈夫か。で、鉄棒をバグり散らしながら進んでいくと、もう最高すぎなこれ。だからこっち普通に行くと見せかけて暴れ出すとね、そういう人ですこいつは。この人は生まれながらそういう性質を持ったと。鉄棒をやるときだけなぜか体が暴れ出してしまうっていうね、もう昔トラウマがあったと、鉄棒に対して。だからもうこの拒絶反応を起こしてしまった体が、鉄棒をやるときだけ。やばい、あー、やばい、バグった、あー、治った治った、びっくった、もうよし、オッケーです、オッケーです。ジャングルの王者、まあ、見た感じそうだな、あんなのいたら誰も近づかない。なんかラブストーリー来たよ。あー、何もない前につまらないなっていうことで、皆さんね、この人の人生を刺激的にしてあげましょう。我々でストーリーを始める。お、これちょっとあるあるじゃない、ぶつかって本全部落として、本全部台無しにして、ブチ切れられてビンタされて終わるっていうね、悲劇的なストーリー。彼の手を取って、あー、ちょっとね、あれだ、脳震盪起こしてるわ、もう死ぬ直前だと、この人はかわいそうですね、本当に。まずまず手をね、あ、なんで今手を取ってないだろう、どうしよう、ごめんなさい、許して、彼を許す、許さないでしょう。ビンタだビンタ、言葉だけじゃ足りないかも。え、コーヒーでもどう、一緒に行こうよ、断る全部ちょっと拒否していこう、全部ちょっと拒否していこう。え、なんで拒否したやん、なんでだよ、無意味な選択をさせられたっていうね。しかもまだずっと脳震盪起こしたまんまだし、見てこれ、ウェイトを持ち上げるっていうことで、皆さんね、マッチョなんですよこの人は。どう見てよ、ちょ、端っこ持ちたいねこれね、これしゃがんで、しゃがんで、まずしゃがんだ方がいい、絶対しゃがんだ方がいいね。ちょっと広めに取りたいね、オッケー。あ、左手だけで持ってるぞこいつ、最強すぎる、やばい、超人だ。右手かこれ、右手だけで持ってるっていうね。見て皆さん、こんな人見たことありますか、片腕だけでね、しかも全然バランス取れてないけど持ち上げる超人、ここに現る。はしごを登って、まあね、普通だよね、普通にこうやってね、
こうやって登るように見せかけて左足がいきなり前に飛んでくるっていうね、超人です、この人も。あ、すごい、普通でから先に行くでしょ、違うんですよ皆さん、この人は足からさ、この人は足から先に登っていくと、素晴らしい運動神経、身体能力、拍手に値します。皆さんジャンピングジャック、あれだ、あれだ、あのなんかジャンプしてペンパンするやつでしょ。ワン、ツー、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 ワン、ツー。怖い、怖い、なんか腕も、体もげてね、体もげてるね。ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー。オッケー。すごい進化です、ここまで来たの。ボーイフレンドをハグしてだって。こうさせんのかな？まずいきなりでも、キックをかますとね、顔面にキックをかますと、飛び蹴りをかましていくとね、大事ですね。カップルにおいて、飛び蹴りは毎日、やばい、普通に飛び蹴りできるんだけど。いけ、50回ノルマ、毎日50回ノルマ、飛び蹴りが。ゴー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 と、負けるな、男負けるな、負けるな、反動に、あー、一体化してる。これでハグできんじゃね？オッケー、あと、ポン。生き残ってる？大丈夫？意外とこれ難しいね。オッケー、これで、ポン。オッケー、あれ？これ男の人が死んだかもしんない。下手したら。あ、生きて、あ、ちょっと首すごい角度で曲がってるけど大丈夫そうです、皆さんね。彼を抱きしめてっていうことで、皆さんね。ちょっと良くないね。オッケー、まずね、抱き寄せるためには、まずお前、おいお前、おい、まあ、そっち向いてんじゃねえよ、お前、とね。まずぶん殴っていくと。キックも食らっていくとね。お前、そっちばっか向いてんじゃねえとね。キックしまくるわけですよ。でも全然無視されてると。そういう時は、飛び切れですよ、また。いけ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 、お前こっち見ろ、お前こっち見ろ。あー、なんか喜んでる。オッケー。来たね。どういう状況だこのハグ、世界一気持ち悪いハグだわ。クワッとさせてこんなお尻は嫌っていうの、プリプリなお尻してますこの人、完全にね。ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、飛んでけ、もう飛んでけ、もう飛んでけ。おー、見ましたか、今の体操で一瞬でスリムボディへとなったと。ちょっと待って、なんかいきなりイカゲームっぽいの来たんだけど。おー、すげー、いけいけいけ、いいね、いけいね。あ、やばい、こいつ今ちょっとレーザー当たってなかった。イカゲームですよ皆さんね、これがイカゲームです。無料版イカゲームね、素晴らしい出来だと。行ったね、いいね。股が裂けそうになってるけど今ちょっとレーザー当たってなかった。見ましたか皆さん、こうすればあなたもイカゲーム生き残れます。キスさせてと、皆さんね、どうするかと。やっぱもしかしたらファーストキスかもしれない。その時やっぱりね、腹パンしていくと、まずは腹パンするのが大事ですね。腹パンしてちょっとお前縮めと、しゃがめと、お前それ、こいつは苦しむと、あーっとしゃがむと、そしてまた顔面パンチしていくと、顔面パンチしながらキスするとね、完璧なね、理想のカップルですね。強烈に横入りして、いや警察いる時によくできんなそれ。素晴らしい軟体人間が来たと。警察さんびっくりでしょ、浮いていくからねこいつは、宙に浮いて列に横入りするとね。やばいこいつ、空気をよじ登ってってる、すげえ。警察ももう何も言えない、こんなやつ来たらよっから。彼女に花を渡してだって。なるほど、あ、これかな、あ、花取ったね、オッケー、これで花をよいしょーとね、元気よく、花あげますと。取る？取らないです、もちろん取らないです。来たね。やっと楽しそうなの来たわ。彼をノックアウトして、もう普段からやってたけどね。俺普段からやってたけどね。これですよ、こっち来んな、おめえ、お前これを見んな、私を見んな、お前、私を、もうやばいわ、これ。お、ボールをキックしてだって。ちょっと楽しそうじゃない？浮いてほしいね。浮いて、普通は横からボールを蹴るかもしれないけど、我々ね、上から真下に向かって、キック！なんだ今の軌道、今のはね、プロサッカー選手レベルじゃないね。そして全然違う方向に飛べ。悲しすぎるじ。なこいつ。決闘させてだって。死ねえ。圧勝。スラムダンクですよ、皆さん。これは得意でしょ。だってもう宙受けるんだから。これですよ。まず足が先に行くと、でもね、バスケットボールは腕が先に行くようにも見えるでしょ。違うんですよ。あれ、実はみんな足が先に行ってるとね。そして、ボーン、あれ、もう一回行く。そして、足が先に行くと見せかけて、腕、バーンと、あ、入れろ、あ、なんで入んねんだ、これ。もう入ってるやん。顔ごとゴール入ってるやん。入ったね。そして全身骨折で死ぬと。抵抗をやめさせて、やばい。警察がいるね。近っとけ。抵抗やめました。万歳。どこ行った、警察。つまずかせてだって、これ楽しそうじゃないこれ。これ、こんな感じ。こういうことよ。完全につまずくでしょ、こんな状況。もう、つまずくどころじゃない、これ。足の骨折れてこけまくるわ、こんなの。どうすればいいの、これ。あ。何それ。そんな体勢になることある、荷物運んでて。荷造りさせてということで、多分おそらく、こいつは自分自身を、ビヨンビヨンに伸ばしながら、入れて、あ、終わりだ。自分が入るんかい。やばいの来た。ちょっと待って、やばいの来た。クレイジーな人にしてということで。任せてください。あのね、まずね、目どうしたらいいのかな、目ちょっと半開きで、えぐいことになってるね、これね。やばいね、これね。これちょっとえぐいね。表情どうするこれ。やばい。ちょっと怖いから。これ大丈夫かこれ。これやばいぞ、結構。これ大丈夫これ、本当に。クレイジーレベルが異常だよ、これ。
完成。うわ、すごい。もう、これ大丈夫？これ、クレイジーどころじゃない。これ、化け物だよ、これ。こんなの言ったら、できるよ、みんな。はい。というわけでね、今日はもう、クレイジーガールを誕生させることができたので、ここで終わります。